疲れ様です。来ましたな、今年も。はい。ビッグひな祭り。ということで。はい、これ何これ。じゃちょっと隣で今発表会やってるんで、ちょっともうちょっと向こう行きますか。今のいじりたいで。はい、ということで、まあ、ここで撮ろうか、はい、名物の。そうですね。百段ピノロ。はい。これでね、あの、百段なんですけど、はい、ここ、ワイヤーとかもなく、うん、おばあちゃんたちがよじ登って上から置いてるというね。そうですね。まあ、結構ね、高さがわかると思うんですけど。そう、すごい。もう体育館みたいなところ、天井当たりかけてるから、はい、それを自力でこう。これで一周回ってやってきてるんですね、ということで、はい、まあ、毎年ここ来てるんですけど、はい、ビッグひな祭りといって、そうですね、ちょっと去年のデータですけど、はい、まあ、ひな人形が3万体、はい、置く場所なさすぎてここに出してないのが7万体というね、そうですね、場所でございますけど、はい、あれ、いらっしゃい。中国マフィアが一目置いてる人、麻雀でイカ様ばっかりして怒られてる人、まあ麻雀はやるけどイカ様したことない、イカ様したことない失礼、敵屋の一番偉い人、実行委員会の事務局長、偉いさんでした、あ、事務局長、見た目良すぎるでしょ、そうやね、うん、なんか僕らが多分悪いんでしょうけど、はい、見慣れてるよ、まあ、ていうか、なんか例えばこの飾りとかがちょっと変わっても気づかないですよ ね、まあ、量が量やから、ね、すごいから、ついに本領発揮しだしたで、あ、餅でカーリングやってるわ、今年あれだからだ、すごい文字面じゃない、あれ、おひな様のカーリングエキシビジョン、しかもなんか後ろにうっすらひな牧場って書いてあるお前完全に上から塗ってんな、あ、でもいいですね、すごいや、黄色が超強いっていう、めちゃめちゃ強いな、黄色、あの、こっちは赤が勝ってる、え、でもこれもうカーリングのルール無視じゃないですか2つこっちもこっちも縁があって、いや、この昔の平安時代のカーリングの日本代表やっぱいい顔してますね全員こりゃ味があんないいですねこれいつも言うてるけど、はい、ビッグひな祭りで、はい、ひな人形よりでかい恐竜を置いたらダメなのよ、まあ、確かにダメなの、めちゃくちゃでかいですもんね、もう圧がすごいんやろ子供泣いてるやろこれ、確かにめちゃくちゃでかいから見て、はい、小型獣脚類実物大って書いてるから、あ、この大きさだったんですか、僕の手持っていたこれぐらいやな、はいはいはい、これが要は再現された大きさってことだよね、はいはい、なんか意外とちっちゃいですね、いやでも怖いで、このこんな走ってきたら、あ、来ました名物、はい、もうこんな簡単に化石を置いてるやつ、予備もある、予備もあるイグアノドンの歯こんな簡単に置いたらダメちゃうということで、国木雄さん捕まえました、あ、今年もよろしくお願いします、ご無沙汰、うん、ご無沙汰で相変わらずの、うん、人とは思えんぐらいの悪人面ですな、あ、わかります、よう言われます去年よりご来場者の方多くないですか、今日は特に多いですね、結構これ何人ぐらい、もうコロナ終わったんちゃいますか、勝手なこと言うてんな、いや、ちゃんと入り口で検温もして、はい、全員書いて入ってますから、もう完璧にやってます、ね、バッチリ対策な、はい、アクリルボードで不在でやってる、はい、ということですけど、はい、今年は何万体これ、いや、今年ね、うん、今年がビッグひな祭り始まって一番多かって1万5000体増えたんです、1万5000増えたんですか、増えたんです、実際はな、うんうん、もうほら7万か8万ある、そうそうそう、裏に出せてないんがそんだけありますから、ね、そうそうそう、そういうこと、そういうこと飾れるもんやっぱり3万体以上は無理、無理在庫の方が多いんや、在庫多い、在庫は、ね、在庫は増えるばっか全国からいろんなひな人形が集められてますから、はいはい、なんか国清さん、これいつまでやっとるんでしたっけ、これはね、4月10日、4月10日まで、もう桜の満開までやります。まあいいですね、うん。ほなほな、ちょっとみんなにも来ていただいてですね、はい、楽しんでもらえたら、ぜひ、うん、来てください。堅気な男やで。はい。ほらほら、今回もありがとうございました。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。どうも。これ今年が34回ってことは、うん、僕より先輩や、31やから。あ、これって一番最初のビッグひな祭りってどんなやったんですか、いや最初はね、うん、人形が足りんで、おう、もう1000体集めるにも喧嘩走り回りました、おお、1000を集めて、うん、ビッグやって言うてたのが、うん、今や
置くことができるのが8万以上ある。8万以上あるの。8万台はね。まずあります。今年だけ1万5千増えてますのでね。でかいイベントだったら育てましたね、国京さん。いやいや、ちょっとみんなもこんだけの数の見れるんで、ほんまここでしかないから。あれマネージャー映してください。もう世界に春を言うてるから。あ、確かに。もう日本では収まりが来たんです。もう無理です。ちょっと皆さんもぜひぜひ遊びに来てください。来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。こやけんアワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっとほんまに行ってほしいイベントなんでね、あえて全部は使わずカットしたりもして、現地に行った人に楽しみを残しておりますので、ぜひぜひでございます。住所などは概要欄に書いておきますので、皆さんビッグひな祭りを見てツッコミの練習をぜひしてほしいなと思います。ということで今回は以上です。ありがとうございました。